はい、どうもこんにちは。今日はですね、ヨーヨーの技をやるのを我慢しようということで、今日もちょっとヨーヨーの気を紛らわすために、散歩をして忘れに行ったりとかしてました。でですね、ちょっと今日は普通に雑談をしようと思って、ハイパーヨーヨーについてちょっと話していこうかなと。当時の2011年くらいの第3期かな、確かのハイパーヨーヨーについてちょっとあの時の思い出を語っていこうかなと思います。当時ですね、少年の僕は初めてね、近くのショッピングモールに行った時にヨーヨーを見たんですよ。なんかお祭り騒ぎになってたんですね。ちょっとレジの前とかでみんなヨーヨーやってて、何これみたいな感じになって、そしたらなんか当時気前が良かった僕の親が、あ、一個買ってあげるよって言われて、でたまたま売ってたモンスターシェルを買ったんですね。まあモンスターシェルしかなかったんですよ、もう。でもとりあえず欲しいなってなって買ってもらって、で当時モンスターシェルを僕はずっと使ってたんですけど、そのとりあえず僕のファーストヨーヨーはモンスターシェルで、まあ多分ここに出てるかな、だったんですね。でそこで技のシートみたいなのに書いてあった技を一通りやってみようと思って、ロングスリーパー、まあできないんですよ。キューンって戻ってきちゃって、えみたいな、思ったようにヨーヨーが下にとどまらないみたいな。これとグラビティプルとスローダウンを最初に覚えて、フォワードパスサイドシュートをまず覚えて、でなんかロングスリーパーがなんか最後の方まで全然できなかったんですね。でそのちょっとそれでなんかちょっとそのヨーヨーと触れ合うくらいの期間がずっと続いたんですよ。なんとなくヨーヨーをやるみたいな、なんとなくヨーヨーで遊んでみるみたいな期間がしばらく続いて、でその時に僕の誕生日の付近に確かマーキュリーが発売したんですね。で当時そのマーキュリーがなんかすごくて、なんかもうメタルベアリングがもう初めて内蔵されてるヨーヨーで、しかもウィングシェイプのバタフライ型ボディって言うんですかね、の初めてのそのヨーヨーで、で、なんかもう本当にすごい回るみたいな感じのあれで、すごかったんですよ。で、ちょうど僕の誕生日と、に近く、誕生日の1ヶ月前くらいに発売したのかな。で、それでちょっと、欲しいなーってなって、で、誕生日プレゼントで買ってもらうことになったんですよ。でもなんかちょっと当時僕、学校の方での成績もあれだったので、誕生日当日に居残りを食らいまして、でもどうしてもマーキュリー開けたかったから、あの時は僕ちょっと本気で先生を泣き落として、もう帰らせてくださいお願いしますって言って泣きまくって、小学校3年生くらいかな、確か小学校3年生で先生を泣き落とすっていう、やばいっすよね、クソガキっすよね。でそれで帰って初めて投げたんですよ、マーキュリーを。でそしたらもう本当にジーンつって、もうずーっと落としただけでもう回るんですね。もうそれにもうなんか感動を受けて、そっからヨーヨー沼にはまりましたね。でもマーキュリーで初めてちゃんとヨーヨーをやり始めました。で分かる人いるかな、マーキュリーってここの部分がすごい綺麗なんですよ。クリアパーツの二重構造みたいになってて、表面が透明のパーツで中がカラーが入ってるっていう。で、僕青を買ったんですけど、すごい綺麗な色してたんですね。でも、あれマジで使っていくうちに、だんだんゴミが溜まって、なんかもう気持ち悪い色になってくるんですよ、ここが。くすんで、なんか、わかる人いるかな、あれ。マジでちょっと共感してほしいんだけど。あ、ね、後半僕のマーキュリーめちゃくちゃ汚かったんですけど、しばらくマーキュリーと一緒に技を練習して、トラピーズとか、あとは、ダブルワナッシングとか、
とまあ何クレイジーブランコとかちょっとあの簡単めの技をめっちゃやって、でなんか周りの友達もヨーヨーちょうどやり始めて、確かハイパークラスターが発売し始めた時にもうみんなやり出したんですよ。僕の周りの人たちがもうバーってやって、で公園でみんなで集まってヨーヨー練習快適な感じの何かやってたんですよ。でうわみんなやり始めた楽しいみたいになって、で周りもちょっとずつ技ができるようになって、僕も火がついちゃって、もうさらに練習しまくったんですよ。でそしたらなんかいつの間にか周りの人がね、ブームが去ったのかやめてっちゃって、で最初の方は公園のど真ん中でみんなでやってたんですけど、徐々に端に追いやられて、あの僕最終的に一人であの公園の公衆便所の横で一人でずっとこうやってシャーシャーってやってたんですよ。あれはマジでいい思い出です。いや別にいじめられてたわけではないですけど、ヨーヨーをやる友達がいなくなってしまったですね。でそれでなんかちょっといろいろとやってるうちに、初めてバインドヨーヨーを買おうってなって、あのグラインドサターンを購入したんですね。でそのグラインドサターンがまあ一応僕のハイパーヨーヨーの最後のヨーヨーなんですけど、あのハブスタックがついててすごいビーって手の上で回る、フィンガー何だろう、まあ簡単にトップ音ができるみたいな感じのヨーヨーがあったんですね。でそれをずっと使って、まあマスターレベルっていうんですかね、当時生まれてると、バブルトラピズとか、なんだフリーズブレスとか、ちょっと割と難しめの、確かボヨンボヨンもそうだったかな、難しめの技が増えてきた時期にちょうどそのボヨンボヨンに当たって、で挫折したっていう。普通にあれ難しいもんな。なんか僕も久しぶりにヨーヨーやってできるようになったんで、最近それまでは本当に小学校の時はマジでボヨンボヨンが全くできなくて、でしかも競技ヨーヨーの存在を知らなかったんですよ僕。あのハイパーヨーヨーの認定会も行かなくて、なんか本当にちょっと人見知りっていうかシャイっていうか、まあコミュ障で上がり症だったので、一人でただずっとヨーヨーやってた人なので、まあ案の定その大会の存在すらも気遣いのないままヨーヨーをやめてしまったっていう、ちょっともったいないことをしたなっていう。でもある意味最近ちょっとあの復帰して思ったことがあって、昔と比べてそのヨーヨーの技のチュートリアルを出してくれてる人がすごい多いなと思って、だからある意味この時期にもう一回復帰できたのはまあ運が良かったのかなとも思っております。もうルーピング俺僕全然やってなかったんですよ。ウィンドウオービットを買ってたんですけど、なんかウィンドウオービットすぐダメになっちゃって、あのパッドがすっごいガリガリガリって削れて、あのゴミが溜まってダメになっちゃったんですよ。でだからまあルーピングはそれでやめちゃったので、まあなんか競技的に言うと 1A しか僕はやってないんですね。いやでも本当にたまたまその YouTube のおすすめに最近出てきて、あそういや俺ヨーヨーやってたなと思い出してもう一度やり始めたんですよ。いやもう本当になんか良かったなって思いますね。なんで今まで忘れてたんだろうとも思いましたけど、いやでも本当に楽しいですヨーヨー。もう再開してからマジで本当に楽しくなったんで、いやー YouTube のおすすめ様々です。おすすめ動画に出てなかった、多分まだやってなかったんでって感じですかね。まあこれを全体を通して僕が言いたいことは、あのマーキュリーは使ってるうちにこの側面にゴミが溜まって汚くなるっていうことだけちょっと共感してほしいな。まあこんな感じの動画です。ありがとうございました。